リンゴミュージックの豪華ユニットライスボール、青森のお米応援隊ライスボールがご飯が美味しいお店を紹介します。ライスボールの米ロード。ライスボールの光です。美味しいご飯を探しに行くぞ。光さんが向かったのは藤崎町時盤にあるお店です。あ、ここかな。かわいい。行ってみよう。失礼します。かわいい店内。すごい木で全部できててすごい温かみがありますね。ここのお店の名前が328という数字が書いていたと思うんですけれども、こちら意味はあるんですか？あ、328というのが3月28日が私の誕生日でして、でそれを当てて三つ葉という呼び名にしたんです。三つ葉、はい、で三つ葉っていうのの、まあ、三つ葉の花言葉が、愛とか希望と信頼という意味があって、すごくこうぴったりだなと思いまして、はい、つけました。お店の特徴ってありますか？はい、実は私管理栄養士の免許を持ってまして、はい、そちらの資格を生かして、で、まあ、お家のご飯にこう役立ててほしいなと思って、いろいろ栄養計算をしたり、あと塩分の計算をした食事を提供しています。スマートミール認証されたということなんですけれども、はい、野菜を 140g 以上使っていることとかの設定の範囲内で献立を立てて食事を提供しております。今日私が食べるお献立は A と B どっちでしょうか？女性向けが A のちゃんと食になっております。ちゃんと食、はい、ちゃんと食が450キロカロリーから650キロカロリーにエネルギーを抑えています。で野菜もふんだんに使ってますので、ぜひ召し上がってください。はい、はい、じゃあ B の方はどうなんでしょうか？はい、B がしっかり食って言いまして、650キロカロリーから850キロカロリー以下で、どちらかというと男性向けの食事になってます。定食の主役、ご飯を見てみましょう。こちらで使っているお米がですね、藤崎町のここの時盤さんの、農家の方から仕入れてます、マッシュグラを飼料しています。マッシュグラ、はい、じゃあ炊く時のコツなどってありますか？はい、そうですね、お米ってあまり研ぎすぎると旨味が逃げてしまうので、まあ、程よくあまり旨味が逃げない程度に研いでおります。発酵ソースというのが気になったんですけれども、はい、こちらでしょうか？あ、そうです、こちらですね、醤油麹を使ってまして、醤油麹とあと、まあ、おろしを入れることで、で、まあ、醤油麹が発酵っていう意味もあるんですけども、はい、まあ、ジアスターゼっていう栄養成分が入っているので、それも、まあ、疲労回復とかそういうのに効果があります。ではまずはご飯から。マッシグラ藤崎さんです。すごいツヤツヤしていますね。美味しいです。マッシグラの特徴のさっぱりとしていて、そして粒一粒一粒がとても立っていて美味しいです。それではイガメンチもいただきます。ソースがすごいさっぱりしていて合いますね。イガメンチもすごい柔らかくて、イカの風味もしてとても美味しいです。塩分少ないのって感じる？塩分が少ないというのはあんまり感じず、とてもなんか満足して食べれますね。お野菜もたっぷり入っていてとても美味しいです。では今日のお礼に一曲歌わせていただきたいと思います。ありがとうございました。ごちそうさまでした。